けて悔しいけど一言言ってやるよ。俺は試合の範囲、そういうものを自分の年齢にしたことは生まれてこそが一度もないから、50代の IWGP 王者が目指せてたら、そのために何をやってんだろう、何もやってないって言ってたよ、あいつは。やってることは簡単なことだ、ひたすらトレーニングしてるだけだよ。それも石井お前の2倍3倍数十倍とな、もうトレーニングしてる。50代にこだわるかというと、今まで先輩方でこんな強い人はなかなかいなかったから、 IWGP を巻くって。だからどうとか自分の年齢を目の前に出して、口に出して言ってやる。俺はまたさらに強くなって石井の前に必ず立ってやるから、この時までしっかりしといてくれ。しっかり立てないんだったらスルーしてくれ。今日は勝ちかったね、本音言えば。とりあえず今日も勝った。俺はね、もうこのリーグ長すぎるから、次のことしか考えないから、とりあえず今日その日その日生き残っていくことだけだから、うん、次イービル真田、うん、必ず俺だ倒してやるからな。物足りねえな、物足りない。今日それが石川、名古屋、全員物足りねえ。あいつらよ、ただ試合こなしてるだけなんだ。プラスアルファがねえんだ。客がよ、盛り上がればいいと思ってんだ、それで満足してんだ。客は騙せても俺は騙されねえぞ。元 IWGP ヘビー級チャンピオン、元 IWGP タッグチャンピオン、元 G1 覇者、そんなよ昔の栄光、今となっちゃうクソくらいなんだ。ああ、分かるか。ああ、そのプラスアルファを出さない限り、あいつら全員終わりだ。